A が mk に対して、こんなのは当たり前なんだけど、ラムダ倍のミュー倍の A がこうですね。でまずA が二次元、これ何次元でもいいんですけど、ラムダ倍のミュー A、これもういい、これいいですね。これさすがに高校で特に二次元三次元の場合高校でやってる話で、そのうちこれやってこない大学に入ってくるやつらがたくさん出てきて、もう崩壊状態でしょうけど、日本の文系大学は。ゾッとしますね。これはいいとしましょう、今のところ。そのうちこういうのも教えなきゃなかっちゃう。そう、それは大変だな。まあというわけです、大変ですけど、まあ、それでじゃあ例によって A イコールちょっと A1 のがいいんだけどでしょうけど、まあ添え字を使うのだるいから、でラムダ倍のミュー倍の A というのは、ラムダ倍のミュー倍の A とミュー倍の B ですね。でそしたらこれ中にもう一回入れると、ラムダ倍のミュー倍の A か。だからあんまり意味ないよ。もう言えましたね、みんな。そしたらこれ書き換えちゃって、ラムダミュー倍の A とラムダミュー倍の B で、ラムダミュー出しちゃうと、ラムダミューを出して AB ですから、これはラムダミューの A です。というふうに示せます。